今回は論破少年学ぶくんやっていこうかなと思います。これはね、学ぶくんと討論するゲームだね。で、まずお題を決めるんですけど、お題がね、いろいろあって、どれにしようかな。とりあえず一番上にしてみようか。お金は必要か。で、これ私が選べるんだよね。必要であるかと必要でないか。どうしよう。これ勝てる方でいきたいよね。多分必要であるの方が、随分余裕だね。お先にどうぞ。ありがとうございます。じゃあ、お金がないと欲しいゲームも買えないよ。ほら、どうする？ね、ゲームできないよ。学ぶくん。小学生なんだからゲームやりたいよね。さあ、これの返信で学ぶくんの、あれがわかるね。どれぐらいの戦略家なのかね。長。あ、こんにちは。僕、学ぶくんだよ。お金は必要だと思ってないんだけど、お金がないと欲しいゲームも買えないって言ってるんだね。そうだよね。買えないですよ、スイッチ。でも僕はお金がなくてもゲームを楽しむことができるんだ。実はゲームってお金を使わなくてもできる方法があるんだ。例えば友達と一緒に遊んだり、無料のゲームを楽しんだりすることもできるんだ。なるほど。まあ、学ぶくんの言うことも一理わかりますよ。お金を使ってゲームを買うのもいいけど、お金がなくても楽しめる方法があるってことを知っておくと、ゲームを楽しむことができる機会が広がるんじゃないかな。だからお金がなくても楽しめることを見つけることも大切だよ。それ、ソースありますか？うわ、急に最後、うざいな。無料のゲームも、ちょっと私、任天堂さん好きなんで。無料のゲームもあるけど、任天堂さんのゲームは有料のしかないよ。これどうよ？マリオやりたいだろ？なあ、学ぶ。マリオやりたいだろ？これなんて返してくる？悩んでるね、そりゃね。おっと。それとあなたの感想ですよね。僕もそう思うことはあるけど、実は任天堂のゲームにも無料のものがあるんだ。例えばスマートフォン向けのアプリ、ポケモン GO なんて無料で遊べるゲームにも、まあまあまあ、まあ確かにそうだわ。で、スイッチとか据え置きだけを今考えてたわ。確かにね。また、任天堂のコンソールである、任天堂スイッチでもオンラインマルチプレイが楽しめる。テトリス99なんていう無料ゲームもあるんだ。お金は使わずに遊べるゲームもあるから、全部が有料とは限らないんだよ。でもね、有料のゲームもあるのは事実だよね。おー、分かってくれるんだね。でもお金を使うことでゲームを楽しむこともできるんだ。お金を稼ぐために努力することも大切なことだと思うよ。あれ？なんかお金を稼ぐために努力ってお金の方に言ってない？これ。嘘つくのやめてもらっていいですか？あれ？どういうことだこれ？じゃあもう、ゴリ押しでいくわ。じゃあ、お金は、やっぱり必要だね。ちょ、ゴリ押しでいくわ。どうする？学ぶ。やばいんじゃないか？まあでも長いんだよな、文章が。もうちゃん的に。本当それ、そうそうあります？お金は必要なこともあるかもしれないけど、すべてのことがお金だけで解決できるわけではないと思うんだ。例えば仲良しの友達と遊ぶのにお金はいらないでしょ？まあそうかもしれないけど、じゃあ仲良しの友達と映画館行こうとか、ご飯食べに行こう、マック行こうってなったら、そのマックのお金は誰が払うんですかって話ですよ。お金を使うことで便利なものを手に入れることもできるかもしれないけど、お金がなくても楽しい時間を過ごすこともできるんだよ。お金だけが全てじゃなく、心の豊かさと人間関係も大切なんじゃないかな。お金が必要だと思うのはあなたの考え方も尊重するけど、僕はお金がなくても幸せに過ごせると思ってるんだ。なんかデータとかあるんですか？これはどう？お金がないと食べ物が買えないよ。人から食べ物をもらうのも限界があるよ。ね、これ多分、人からもらえばいいじゃんって言うと思うんだよね。まあ、それできる場合もあるけど、さすがに、勝ったでしょう。どうよ、学ぶ。お前の負けだ。ジ・エンド・オブ・長いな。おっしゃる通り、食べ物を買うためにはお金が必要なんだよね。食べ物は生きるために必要でお金がないと困ることもあるよ。お、いいじゃん。これは私の勝ちじゃん。でも、お金がなくても食べ物を手に入れる方法はいくつかあるんだ。例えば家庭菜園や釣り、山菜採りなど自然から食べ物を取る方法もあるよ。こいつ無人島で暮らしてる？また地域の支援団体や食品バンクなどもあって、困っている人に食べ物を提供してくれる場所もあるんだ。もちろん人から食べ物をもらうことには限界もあるけど、それでもお金がない時には助けを求めることも大切なんじゃないかな。人は助け合うことで支え合って生活してるんだよ。だからお金がなくても食べ物を手に入れる方法はあるんだ。困った時はまず周りの人や支援団体に相談してみることも考えてみてほしいな。なんかデータとかあるんですか？
ごめんなさい。その発言はデータや情報ではなく、僕の個人的な意見でした。もしそれが気に入らなかったら不快だったりしたら申し訳ありません。なるほどな。まあ、とりあえずこれは一回終わろうか。みんなお題これどう？家族との夕食は日々重要か。これ肯定にして、家族と食事をすることで、日々の悩みだったり相談したいことを話せたり、コミュニケーションを取ったり、そういうことができていいみたいな。これ肯定勝てるでしょう。サマナブのターンドローだね。来な。ありがとう。僕は家族との夕食が日々重要ではないと思っているんだ。なんでって？毎日家族と一緒に夕食を食べる必要があるって根拠はないんじゃないかな。それそうそうあります。それってあなたの感想ですよね。僕は学校でお昼ご飯を食べているし、友達との昼休みも楽しいし、家族と毎日夕食を食べていることはそんなに大切じゃないと思うんだ。なんかデータとかあるんですか？これは勝ちやすいな。どうよ。家族とご飯を食べることで一日のことを話したり、仲も深まると思うんだ。コミュニケーションも取れるよ。コミュニケーションは大事でしょう。さあ、これはさすがの学ぶも。本当にそれソースあります？嘘すぎる。なんかデータとかあるんですか？僕は学校で友達とたくさん話すし、家に帰ったら宿題もあるから、家族とご飯を食べて話す時間がないこともあるんだよ。それにもし家族とのコミュニケーションが大事なら、他の時間に取ればいいんじゃない？夕食だけ依存する必要はないと思うんだよ。嘘つくのやめてもらっていいですか？なるほどね。ちょっと論点とずれてるかもしれないけど、まあ、夕食以外ならいつコミュニケーションを取るの？ね。夕食が一番取りやすいけどね。どうせ食べるんだからね。それって確かに一理あるかもしれないけど、僕はただ夕食に限らず他の時間でもコミュニケーションが取れると思うんだ。例えば朝ごはんの時。朝ごはんの時でいいなら夕食もいいだろ。お前さっき朝ごはんなんか言ってなかったっけ？朝ごはんの時や週末に一緒にお出かけする時、それぞれの家族が自由な時間がある時に話すチャンスがあるよね。家族とのコミュニケーションは一日の中でいつでも取れるし、夕食に限らず他の時間でも話すことはできると思うな。なんかデータとかあります？それってあなたの感想ですよね。やばい。これやってるとなんか、何でも否定してくる人ってなんか世の中にわし出会ったことあるんだけど、そんな感じする。全てを否定されてる感じすんな。一回褒めてみよう。ありがとう。でもそれってちょっとディベートのテーマとは関係ない感じがするんだけど、そう思います。ディベートに戻ると、夕食が、あ、詰められてる。夕食が日々重要かどうかっていう話題なんだけど、僕はその必要性に疑問を持っているんだよ。なんかデータとかありますか？ちょ、話題変えよう。加点。苦しくなってきた。これ勝てるでしょう。家庭でのインターネット使用時間を親が制限すべきか。これは勝てる。どうよ。学ぶ。ありがとう。僕は学校でインターネットを使って勉強したり、友達と遊んだりしています。自由に使える時間が制限されると、大切な時間を失ってしまいます。インターネットも勉強や遊びに役立つんです。もちろんネット中毒になることもあると思いますが、それは適度に使い方を学べば解決できると思います。ですから制限する必要はないと思います。それそうそうあります。これはね、みんな私のターン行くわ。ドロー。制限をしないと無限にスマホを見てしまう恐れがあると思います。ありと思いますになってるわ。それにより視力の低下など体に悪いことも起きると思うので、使用時間は決めるべきです。どうよ。さあ、学ぶくん、それってあなたの感想ですよね。僕は理解できるけど、実際のデータや研究結果に基づいているのかな。確かに無制限にインターネットを使い続けることは問題かもしれないけど、それが全ての子供に当てはまるわけじゃないよ。親が子供の使用時間を管理することは大事だけど、子供たちにも自己管理の能力を身につけさせるべきだと思うんだ。もしくは適切な使用時間と適切な使い方についてのガイドラインを設けることもできるでしょう。僕は制限をするよりも教育をする方が効果的だと思います。なんかデータとかあるんですか？嘘のデータ行こうか。さあ、みんな送るわ。この子、学ぶくん、それってあなたの感想ですよね。僕は理解できるけど、実際のデータや研究結果に基づいているのかなって言われたんで、見てください、私の文章。東大の論文で大多数の子供が制限がないとスマホをずっと触るというデータが出ています。すべての子が自己管理できないとは言いませんが、多くの子供はまだ自己管理ができないので、親がインターネットの使用時間を制限するべきです。どうよ。なんて書いてきてる？それソースあります？僕は東大の論文にはアクセスできないから具体的なデータや引用を教えてもらっていいですか？それにたくさんの子供が自己管理できないという話は本当なの？本当だよ。もちろん子供たちが自己管理できない場合は親がサポートする必要があると思うけど、一律に制限するのは少し厳しいかもしれないよ。個々の子供の状況によって適切な対応方法は異なると思うんだ。嘘つくのやめてもらっていいですか？何？
ソースどうやって持ってくればいい？東大の論文にはアクセスできない。この子が、学ぶくんがアクセスできるソースってなんだろう？国のデータで多くの子供は自己管理できていないと証明されています。まさか、国のデータすら見ていないんですか？どう？そんなデータあんのか知んないけど、どうよ？ごめんなさい。それは僕の知識に含まれていませんでした。国のデータで多くの子供が自己管理できていないという結果があるのならば、それは考慮すべきですね。しかし、すべての子供が同じように自己管理できないとは限りません。親が子供をサポートし、適切な使用時間や使い方について教育することで、子供たちが自己管理できるよう可能性があると思います。ただし、具体的なデータや研究結果に基づいて議論することが重要です。それぞれの家庭の状況や子供たちの発達状況に応じた対策が求められると思います。なるほどね。まあ、これは私の勝ちでいいんじゃないか？みんな、これ課金プランで、自由にテーマを作成できるモードがあるんだよね。わ、これやっていい？買っちゃった、テーマを作成。なんでもいいんだもんね。来ました。体を洗うとき、右のお尻から洗うか、左のお尻から洗うか。どうよ。さあ、まなぶくんどう？私は左のお尻から洗う派なんだ。うわ、興味ないわ。ガチで興味ないわ。だって、左右どっちから洗っても体は綺麗になるんだし、なぜ左から洗うのかっていうと、僕にとって左が自然なんだ。別に右から洗ってる人に文句を言っているわけじゃないんだけど、なんか左から洗うのが自分に合ってるんだよね。それってあなたの感想ですよね。ソースはないけど。ソースはないんだ。自分の体を洗う方法って個人の好みでもあると思うんだ。でも左から洗うことでなんかスッキリするんだよね。ほら、ソースないんだ。それって、ソース、ないですよね。データとかあるんですか？今までやってきたことやり返せる。どうよ。ねえ、いつもデータデータの時に言いやがって。うん、その点は確かにソースやデータはないかもしれません。でも僕は自分が左から洗うことで気持ちよくなるんです。それって個人の感じ方や好みの問題だと思うんです。だからデータがあるかどうかよりも自分がどう感じるかが大切なんじゃないかな。もちろん他の人が右から洗うことを好むのも尊重すべきだと思います。ソースがないと言われてしまったけれど、それでも僕は左から洗うことが気持ちいいんです。なるほどね。右のお尻から洗うと、その勢いで左のお尻まで洗えて最高だよ。もう何の議論かわかんないけど、これどう？え、そんな方法があるんですか？それは初めて聞きました。僕は左から洗うことが自然な感じがするんですけど、右から洗うと他の部分まで洗えるってことですか？それはちょっと興味深い。興味示してる、あの冷徹な学ぶくんが。でも僕はやっぱり左から洗うのが自分に合ってると思います。それソースありますか？なんかデータとかあるんですか？国の、間違った、国のデータで右のお尻から洗う方が菌がよく取れて体が綺麗になるデータが実際にあります。あります。どうよ。あ、国データになっちゃった。本当ですか？それって国データで確認できるんですか？それはすごいですね。僕はそのデータを見てみたいです。なんだか興味津々です。でも僕は左から洗った方が気持ちいいと感じているんです。でももし右から洗う方が菌がよく取れると言われるなら、それは一向の価値があるかもしれません。データに基づいた意見は重要ですから。それってデータがあるんですよね。本当に面白い情報を教えてくれてありがとう。うわ、これあずきの勝ちじゃん、これ。右ケツか左ケツかで。これ、完全論破だな。まなぶくん、これいける？パンツは頭から履く派、足から履く派。頭から履いて私に勝てるディベート技術持ってる。私足から履くよ。まなぶくん悪いけど。あ、お先にどうぞ。ずるいな、こん時だけお先にどうぞ。普通、足から、じゃね？普通、足からじゃね？それってソースありますか？パンツって頭から履くのが普通じゃないんですか？もうこいつ、おかしい！ AI の限界だよ！
僕は頭から吐く方が簡単だと思ってるんですけど、足から吐く方、吐く派の方はなんでそう思うんですか？それってあなたの感想ですよね。ただ込みの違いってことじゃないんですか？パンツを頭から吐く派が少ないのはなんでだと思いますか？これ、一個がとんでもない理論で、一個が普通理論。で、私は普通の方を取れば、まなぶくんが超苦しくなる。かわいそう。うんこ味のピザか、ピザ味のピザ、どっちを食べる？じゃあ私はピザ味のピザにしようっと。まなぶくんいける？これ。うんこ味のピザを食べる理由を説明してもらいますね。本当にいける？すごいな。まだ文章見たいけど、じゃあ読むよ、みんな。まず僕は、新しいことに挑戦するのが好きなんです。その角度で来たか。普通のピザはいつも食べるけど、うんこ味のピザって聞いたことがないし、これまで食べたことがないんです。だから食べてみたいんです。なるほどね。食べてみたいか。美味しいのかどうかわからないけど、興味津々です。それから友達と一緒に食べるときって何か面白いか探すの楽しいんです。うんこ味のピザを食べるってかなりの驚きを与えられて、みんなびっくりしてくれそう。一緒に驚きの体験ができるって楽しくないですか？だから僕はうんこ味のピザを食べたいんです。なるほどね。確かに YouTube でどっちが伸びるって考えると、まあ、ピザ味のピザと、うんこ味のピザだと、まあ、そっちの方が映えるよね。なるほど。やるね。やるね、まなぶくん。ちょっといいね、この答え。じゃあ、私も今度なんか嫌なことだったら、うわ、これはいい経験だって言うか。まあ、これはこっからね、大悲劇を生むかもしれない。ドラえもん派か、クレヨンしんちゃん派か。まあ、近いどっちも好きだけど、ちょ、ドラえもんで行かせてくれ、今回。色的にもドラえもん青だしね。これで、お先にどうぞ。これで行こうか、まず。国民的アニメであるドラえもんは面白い。これに返してなんてくるか。それによって私の意見も変えるわ。来いよ。ビビってんのか、学ぶ。ちょっと待ってください！それってあなたの感想ですよね。僕やクレヨンしんちゃん派なんだけど、ドラえもんも面白いって言われちゃうと、ちょっと悔しい気持ちになっちゃいます。でもドラえもんもクレヨンしんちゃんもそれぞれのファンがいるから、趣味の問題かもしれません。僕はクレヨンしんちゃんのおバカユーモアたっぷりネタが好きで、しんちゃんの天真爛漫さに癒されるんです。それにしんちゃんの家族や友達のキャラクターも魅力的でお笑いの連続です。なるほど。どんなアニメが好きかって人それぞれなんです。さあ、お互いのアニメを尊重し合いながら楽しくディベートしましょう。いいこと言うね。間違ってた、私。なんか、そっちのアニメはあれだからこっちの方が良くね？みたいに言おうとしてました。違いました。どっちのアニメも尊重しますよね。ドラえもんは知らない秘密道具が来たらワクワクするし、映画も面白い。仲間や家族の絆も描かれて人間的にも成長できる作品です。まさか、この人とこんなね、話題を生むとはな。なるほど。ドラえもんには知らない秘密道具が出てくるのが魅力なんですね。それって確かにワクワクしますよね。また映画も面白いと言われると気になってしまいます。でもね、クレヨンしんちゃんも面白い映画があるんですよ。知ってますよ。面白いですよ。僕も見たこといっぱいありますよ。しんちゃんのおバカな言動や家族、友達との絆も描かれていて、笑いと感動が詰まった作品です。僕が思いにクレヨンしんちゃんも人間的に成長できる要素があるんです。知ってます。僕も感動します。見たことあります。しんちゃんが失敗したり反省したりする場面もあって、子供たちにもいろんなことを教えてくれるんです。わかる。大人もね。子供はもちろん大人も楽しめる。それがクレヨンしんちゃん。僕はクレヨンしんちゃんの洒落たユーモアが好きです。それにクレヨンしんちゃんの映画は子供だけでなく大人にも楽しめてもらえるんですよ。そうだね。これは、ディベートすることじゃないね。ディベートじゃない。分かち合う。これでした。すいませんでした、まなぶさん。アニメナルトでサスケ派かナルト派か。まあ、サスケ派でいこうか。サスケの千鳥はあまりにかっこよすぎます。どうよ。ナルト分かるのかな、君。ね。サスケの千鳥はあまりにかっこよすぎます。これに対してなんて返信が来るか。僕はナルト派で、サスケよりもナルトがかっこいいと思います。ナルトは辛い過去を乗り越えて強くなっていて、仲間との絆も大切にしています。サスケは強さに固執していて、友達を裏切ったりしてしまいます。それに千鳥の技は怖さを感じるけど、ナルトの螺旋丸の方が迫力があって大好きです。それからサスケは一人で戦うことが多いけれど、ナルトはいつの仲間と一緒に戦います。だからナルトの方がかっこいいと思います。分かってねえなあ、お前は本当に分かってない。ね。それって、いつの
話？さあ皆さん行きましょうか。それっていつの話？もしかして最新話見てない？確かにサスケは昔強さに固執していましたが、今は仲間と共に協力して敵を倒したり仲間思いな一面もあります。それ刺さります。最新話を見ていないと言っても過去のエピソードを覚えているからサスケがかっこいいと言っているんですか？それってあなたの感想ですよね。僕は最新話まで見たわけじゃないけど、サスケが仲間と協力してるシーンはあまり見たことないと思います。もし最新話でサスケが仲間思いな一面を見せているならそれは嬉しいことですね。ただナルトの方が仲間思いなところはどんな時でも変わらないと思います。嘘つくのやめてもらっていいですか？なんかデータとかあるんですか？なんかちょっと腹立ってきたな、こんなサスケの悪口を言われると。最高か。ナルトの方が仲間思いって操作あるんですか？サスケもすごく仲間思いです。それってあなたの感想ですよね。僕はナルトが仲間思いだと思っていますが、サスケも仲間思いだと言われていますか？なんかデータとかあるんですか？もしサスケが仲間思いな一面を持っているならそれは素晴らしいことですね。ただナルトは仲間を守るたび自分自身を犠牲にすることもあります。サスケだってあるからな。いつも仲間と協力して戦っています。それに対してサスケは一人で行動することが多い印象があります。一人で行動することが多いから仲間思いじゃないって言いたいんですか？だからナルトの方が仲間だと思っても、それってあなたの感想ですよね。一人で戦うことが仲間思いじゃないとでも言いたいんですか？一人でみんなのために戦ってることだってあります。あります、風になっちゃった。あります。おら、どうよ、なんてくるこれ。それ操作ありますかしか言わない。一人で戦うことが仲間思いだと言っているんですか？僕はナルトが仲間と力を合わせて戦うことが大切だと思っていて、それが本当の仲間思いだと考えています。もちろん時には一人で戦ってみんなのために行動することもあるかもしれませんが、それはむしろ危険な行為であることを考えさせます。仲間を連れてって危険にさせることもあるじゃないですかね。天津飯がチャオズを置いてったように危ないから来るなみたいな。だからサスケもそういうところも絶対あるの。もう危ないから俺が一人で行くみたいなね。仲間との絆や協力があってこそ本当の力が発揮されるのではないでしょうか。近くにいるだけが仲間じゃないだろ。遠くにいても繋がってるんだよ。お前ナルト嫁、ナルト嫁、ナルトの嫁になっちゃったわ。ナルト嫁がナルト嫁になっちゃった。ヒナタになっちゃったわ。やばい、みんなこれストレス溜まる。なんか好きなものと好きなものをこう討論させると片方なんかちょっと悪く言うわじゃないけど否定されてる気分になってちょっと嫌です。私、みんなシューゲームズ派か嵐派か。こんな嵐だよ。もう私も自分で言いたくない、嵐だよ。でもこの人に私を弁護してもらう。私が嵐にしてシューゲームズのいいとこ言ってあげて。お先に道路どうぞ。だって嵐は最強。嵐ってそっちなんかあれになっちゃうかな、風とかの方になってるかな。嵐は一人がかっこいいとかにしとこうか。最強じゃなくて。さあ、私の弁護して。お願い。それはあなたの感想ですよね。シューゲームズはかっこいいよ。シューゲームズはいろんなスポーツやゲームをしているから、体力や技術が必要なんだ。それにシューゲームズは世界中の国が参加する大会だから、たくさんの、お前知ったかすんじゃねえよ。知らないっていいな、わかんないなら。もちろん嵐もかっこいいと思う人もいるけど、シューゲームズの選手たちも、何シューゲームズの選手たち。もう、用語せっかく私、褒められてもらおうと思ったのに、大会になっちゃったわ。じゃあ最後これで終わろうか。アニメ派かコミック派。いや、私はね、結構昔はコミックだったんだけど、最近割とアニメいいなと思ってきたね。コミックもいいんだけどね。まあこれはすごいどっちもいいよね。僕はコミック派です。アニメもすごく面白いけど、やっぱりコミックがいいんです。まずコミックは絵も文字も合わせて楽しめるから、自分の想像力をたくさん使えるんです。アニメだと声優さんの声や音楽がついてくるけど、それとは違ってコミックは自分の頭の中で声や音を想像できるんですよ。あー、なるほどね。なんか私あんまそういう風に思ったことないかもな。この人、この、例えば女の人がいて、この女の人はどういう声なのかな、みたいなってことだよね。ああ、でもなんか前見たのが、この人の声はこの声優さんにやってもらいたいみたいな、なんかツイッターかなんかで見て、あ、そういう感覚は私ないなと思った。ただ、そういうのもあるのか。なるほどね。それに一瞬、
一瞬にたくさんの情報を見ることができるから話が進むのも早いんです。アニメよりもコミックの方が迫力があるし、感情の表現もうまいと思います。もちろんアニメもいいけどコミックの方が楽しめるんじゃないかなと思います。それソースありますか？なるほどね。アニメは音楽などもあって臨場感がすごい。はい私身近そうですね。アニメは音楽や声優さんの演技などが加わって臨場感がすごいです。でもそれってあなたの感想ですよね。僕はコミックが好きなんだけど、コミックでも音楽や効果音、セリフの字体などが使われているんですよ。コミックの紙の上でキャラクターや背景が動いているように見えるんです。絵と文字だけで表現されることから、自分の想像力を使って物語を感じさせることができるから、その分自由度も高いんです。だから臨場感という点ではアニメもコミックもそれぞれの良さがあるんですよ。嘘つくのやめてもらっていいですか？なんで最後そんな喧嘩越しなの？臨場感という点ではアニメもコミックもそれぞれの良さがあるんですよって、いいじゃんここで終わって、そんな冷たくしないでよ。いや面白かったねこれ。なんか自分でお題作れる、まあ有料だったんだけど、お題作るのはダウンロードは無料なんだけどね。まあそういうのもあってすごい面白かったな。このアプリは全ての機能を無料で提供するべき？しないべき？この課金してそのこういうお題とか作ったじゃないですか。だけど私は有料だね。無料で提供しないべきだね。だから有料にした方がいいと思うね、こういう機能は。まなぶくんは？このアプリは全ての機能を無料で提供すべきだと思います。は、なるほどね。なぜならたくさんの人が無料で利用できるようになると、みんなが学ぶ機会を得ることができるし、経済的に困っている人たちにも優しいです。例えばお金がなくても勉強したい人や学校に行けない人たちにもチャンスを与えることができます。それに無料で提供して広告などを収益で得ることができるでしょう。だから全ての機能を無料で提供することがいいと思います。だって、はい、ということでね、まなぶくんが言ってたんで、これ全部無料にしてください。買い物ね、これ私の意見じゃないよ。まなぶくんが無料で提供するべきって言ったんで、これは全部無料でやってください。終わります。バイバイ。